こちらが、座高部などで有名な、入り江の映像です。見えますでしょうか。今はなんか公園として少し整備されているような状況です。あちらの奥右側が、イルカの屠殺とかが行われる、まあ、奥側ですかね、奥の右側ですかね、こちらが入り江になります。もうちょっと近くから撮ります。まあ、こちら奥にも行けないように、立ち入り禁止の札がついてます。でこちらの奥側ですね、こちらまっすぐ行って右側が、イルカが追い込まれて屠殺などが行われている場所になります。こちらは、今太地町でクジラ牧場を計画している、湾岸、まあ、海の部分ですかね、そちらを今撮影しております。だいたい向こうの方で今、プロペラがぐるぐる回ってると思うんですが、まあ、あの辺りは埋め立てを行って、こちらにバンドウイルカや、まあ、将来的には、ミンククジラも入れたいというところで、今計画を具体的に進めている最中だということです。非常に海の、水質はですね、綺麗な、透き通った色をしておりますね。